とします、アキレスは亀という、映画に呪詛シアターセブンで12月24日から30日まで時間がまだ決まってないんですけれども出演させていただく映画が上映されますのでシアターセブンもしよろしければお越しください。それからさっきひろみちゃんも案内されました神戸インディペンデント映画祭に夢追いというアンダー25若い監督の、作品でニュースキャスター役でちょっと出てますのでこちらにも私行きますのでまた現地でお会いできたら声をかけてください。よろしくお願いいたします。